まったく行動が安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった？悪いかよ、普通のことだろ。そう。まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか。そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど。目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの？いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。お袋どうしてる？心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんは来ないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とってもお元気よ。そうか、元気ならいいや。本当。あんたのとこは？私は神羅に育てられたの。なあシスネ、お袋たちの話し相手になってやってくれないか？そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどね。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。ほらあと5分よ。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。そいつの細胞は役に立たん。 S 細胞、細胞。お前はそもそもソルジャーだった。細胞組織がすでに変質していたわけだ。ホランダ、あんたやったのか？ああ、ジェネシスに殺されかけてな。生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少しな。劣化してるぞ、あんた。その通り。しかし、悲観してはいない。S 細胞。
S 細胞。女神の贈り物。純粋な S 細胞さえあれば、劣化など問題ではない。純粋？お前、二人で逃げていたな。いや、逃亡者は二人。元ソルジャーと一般兵だ。その一般兵こそが、最後の純粋 S 細胞の持ち主。おい！最終章へつながる四章最後のフレーズを知っているか？知るか！いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。犠牲とか終わりとか、鬱陶しいんだよ！この美しい詩を理解できないとは、気の毒だ。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎、水面だ。そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。だが